と思います。9時までです。カチューシャつけてみたけど、あ、やべやべ、わ、最悪だ。やっほー。今日は昨日のじゃないね、この前の公演の振り返りをしたいと思うんですけど、まあ何をしようかね。振り返りと言っても、なんだろう、待って、やばやばやばびっくりした。そうですね、なんだろうな、振り返りか。でも楽しかったです。普通に楽しかった。あと何よりひまわり衣装を初めて着ることができて、そう、マナさんの卒業公演で初めてひまわり衣装着れたんですよ。それがすごい嬉しかったかな。衣装新しいの着れて嬉しかったし、あとはそう、11月のアンクレットとチャンスの順番を披露させていただいたんですけど、これも私やったことがなくて、そう、やったことがなかったから新しく挑戦できて、はい、新しい曲に挑戦できて新しい自分をね見せれたかなっていうふうに思います。11月のアンクレート今でも外せない、その2曲大変だった。いや、そんなに大変ではないかな。なんかね、あんまり私は振りを覚えるのでめちゃめちゃ大変なんかね。でもね、振り覚えが直近というかで一番大変だったのが、リカさんの卒業公演の時に披露したジワルデイズが一番やばかったです。そう、なんかね、マナさんの卒業公演は2回目のジワルデイズだったんですけど、初めて踊る時はリカさんの卒業コンサートの時だったんですね。その時に初めて振り入れするみたいになって、もうやばかったです。ノーエーマンより大変だった。全然私はノーエーマンよりもジュアルデイズの方が覚えれなくてまず曲から覚えて、そう、もうね、大変でした。まあだからこそ、なんかすごい大変だったからこそ、逆にその結構そのリカさんの卒業コンサートから時間が経って、でまたね2回目の、はい、ジワルデイズの披露だったんですけど、その時間が経っても全然振りまた起こさなくても踊れたんですね。やっぱりなんかすごい印象的だったからめちゃめちゃなんか練習したからこそめちゃめちゃ印象的で、そう、逆にね今回は全然スラッと振りが入りました。ジワルデイズは、はい、だしチャンスの順番とかアンクレットとかも全然いけました。なんとかちょっとなんか結構、まあ、先輩、私以外全員先輩で3期が1人っていう状態だったから、なんだろうね、すごいついていかなきゃって、私以外の先輩は1回でもね、その曲を披露したことがあるっ
ていう状態だからこそやばいと思って、私はまだ踊ったことがないぞってなって必死に事前に見たから、その振りでは大丈夫だったかな。事前にそうなんか動画見てれば大体あのなんかイメージできたから、それが本当に救いでした、はい、ちょっと待って、なんかすごい髪型が気に入らないからちょっと直しながら話しますね。そうでも本当にねすごいレッスン中も本当に楽しくて、そうマナさんと最後のねレッスン場の写真も撮れましたし、そう当日もマナさんとさあのたくさんお写真が撮れて、はい、楽しかったです。と OG の方ともお会いできて、そうちょっとねその方とはすごいお久々の、お会いだったので挨拶をさせていただいたんですよ。そしたらすごい逆になんかファンですみたいな感じでそういうノリで来てくださって、そうなんかねダンスめっちゃうまいねっていう風に褒めていただけてすごい嬉しかったです。うん、なんか本当に一番ダンスうまいと思うよって言っていただけて、そうなんか嬉しかったですそうなんかなんだろう、そのさもしかしたらファンの方はなんか例えば推し加工とかかかってて、そうなんかそういうもう絶対に推しが一番っていう時もあるじゃないですか。だけどなんかその OG の方はなんだろう、その多分もうめちゃくちゃ多分全体を見てくださって、そこからそうなんかすごい刺さりました嬉しかったです。はい、ですごいね久々にお話ができてなんか心が癒されましたうん、よしつけるかまたお会いした時によろしくお願いしますって言って、そうまた多分すぐその OG の方とお会いするので、またお願いまたよろしくお願いしますって言って挨拶しました。そういや嬉しかった、ちょっと結構嬉しかった。多分ねその褒めてくださってるところをね、なんか誰だっけな、みゆさんゆめさんなんかね動画撮っててくださっててあとスリーショットもできたんです、その OG の方と。嬉しかった超嬉しかった。うん、そうなんかね本当はねその日のうちに配信をして、めちゃくちゃその余韻がある中でお話ししてたかったんだけどね、ごめんね本当に。多分待ってた方もいたと思うんですけど、そうまあ何をしてたかというと、まあもちろんマナさんの写真をたくさん撮ってたりとか、あとねお掃除してましたせっ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 ごめんね、そうお掃除してたそうみんながもしかしたら配信待ってくれてる間、私はせっせっせっせとお掃除してて、そういや申し訳ないなと思いながら、そう本当にごめんなさい。そう同期がいないからあれなんです、私初めてやったその掃除するべきところを全部一人でやってみたんですよ。そう
初めてやってみたけどすっごい達成感でした。はぁ私今やったんだな全部ってなりました。私あのお部屋の掃除は大嫌いなんですけど、なんか例えば学校のお掃除とかほうきとか使ってやるとか、なんかそういう劇場のお掃除とか大好きなので、なんかすごい楽しみながらせっせとやってました。そう、ね、あとどうなんだろうな、本当にやっぱり3期生1人で、そうなんかやっぱり3期生のその何マナさんへの感謝も抱えて私はあの公演に出たんですけど、やっぱりなんかスピーチはすごいあの感動しましたし、なんかもうでも今なんだろうな、最後マナさんと今まで本当にありがとうございました、お世話になりました、お疲れ様でしたって言ってあの先に帰宅させていただいたんですけどね、なんか本当にさよならしちゃったのかなって感じです。そうね、私は本当にマナさんとさよならをしてしまったのだろうか。どうだろう、またお会いできるのかな、ちょっとそこはわからないですが、国の意味も込めて連絡する。みんなが思ってるほど私はそんなに連絡する人じゃないんですよ。そういう感じじゃない連絡は、うん、みんなが思ってるほどそういう連絡はしたことないし、でもみんなしてない。うん、まあでもね、またお会いできたらその時になんかすごい成長したねとか言ってもらえるように、はい、なんか私も頑張ろうと思います、また次お会いできた時に、うん、こんばんは、マナさんのドレス見てどう思った？あれ、私はステージでマナさんがドレス姿で来たじゃないですか、テク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 こうやって開けて出てきたじゃん、あれ初めて 見たんですよ、あれあの瞬間。私もファンの皆さんと同時の気持ちで、すごい一人で湧き散らかしてたんですけど、めちゃめちゃ可愛かったですね、マナさんのドレス姿。なんか私の予想は、なんか心の中での予想はなんか紫か、なんで、まあでも紫以外想像できなかったんですけど、まあ、紫かなと思ったら青かかった感じでね、ちゃんと後ろもめちゃめちゃなんかリボンがくっきりしてて、そう、しかもすごいなんだこの体のラインが本当に綺麗に出るドレスをね、はい、着てらっしゃってて本当に似合ってましたね、可愛かった可愛かったよ、いや本当になんで卒業する方ってみんなあんなに綺麗な、なんだろう、お顔で綺麗な状態で卒業するんだろうってくらい、本当に卒業公演の時のマナさんが本当に今までで一番輝いてて、今までで一番かっこよかったし可愛かったなって
思いますね。すごいね、本当にびっくりしました。あ、15分ありがとうございます。うわばばねえ、めちゃめちゃ良かった。ねえ、なんて本当になんかこれは本当に卒業する方共通な気がする。もうみんな今までで一番可愛くて、今までで一番本当になんか素敵な状態で卒業されるじゃないですか。あれいいですね。ねえ、こんばんは。あ、歌詞もね、そうですね、歌詞もすごい良かった。こんばんは。うーん、あとなんだろうな、当たり前のなんかやつが似てたらしいですね、私。マナさんの口癖が当たり前って言うんですけど、私その時に真似してみたんですよ。なんかそしたらめちゃめちゃ似てたらしくて、いや今言えない、今は言えないんだよな、やっぱり今は言えない。え、当たり前、あー無理だ。なんかね、あん時だけだった、本当に。なんかね、それが終わってから何回かやってみたんですよ、一人で。なんで一人でなのかよくわかんないんだけど、まあ一人で私は本当にできてたのかと思ってちょっとやってみたんだけど、やっぱりなんかそのステージ上で出た当たり前となんか違う当たり前しか出なくて、今もなんですけど。あの時は本当に奇跡だったかもしれません。もうマナさんの当たり前の音程そのものをなんか言えた気がするんですよ、ステージ上では。でもね、なんか今全然似てない。どうしよう。え、当たり前、当たり前、え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 、当たり前、わかんない。ちょっとわかんないな、もう本当に。もうなんか、なんだろう、なんでだろうね、本当にすいません。なんか 今もできたらね、なんかすごいそれ特技に、まあ、今頃なんですけども、なんか特技とかにねできたんですけど、なんかちょっと今無理だな。やっぱりそうですね、まださん、まださんもう一回言ってくれないかな。まださん、多分今マナさんが当たり前って言ったら、多分私はそのままコピーして音程をそのまま多分言える。え、当たり前、当たり前、当たり前、なんだろう。わかんない。ちょっとダメだな、テンション上げてのノリで当たり前、当たり前。当たり前、当たり前、なんか多分声が低いんだと思う。え、当たり前。すいません、もう当たり前しか言ってなくて、当たり前。え、なんだっけ、本来の当たり前の点なんかノリを忘れてしまった。分かんないな。まあちょっと聞きたい方は公演見返してください。まあいいや、当たり前。いや本当にね、あのマナさんの当たり前好きなんですよね。なんか例えばなんかなんだろう、え、遊ぼう、え、当たり前みたいな感じの、遊ぼう、え、当たり前みたいな、このなんか、キャッチボールみたいな、
あれが好きだった。なんか私はその会話に一切入ってないんですけど、なんかそれをその会話を楽屋でしてるから私も聞こえるわけですよ。もう聞きながら毎回メイクとかしてるんですけど、そうなんかね、そう当たり前がすっごい好きでした。カーリさんとかも結構当たり前とかやってますね。うん、夢さんとかも言ってた気がする。なんか結構言ってる人多いんですけど、特にマナさんの当たり前が好きでした。こんばんは。あら、口癖が映った。いやですよね、口癖って映るよね。わかるわかる。ねえ、ちょっとなんか、でも公演のアーカイブは全部見たんですよ、曲のやつ。あ、そうだ、髪型について話そう。髪型はね、そう、マナさんの卒業公演だったので、あのポニーテール、巻きポニーテールをしてみたんですけど、どうでしたか？どうだったかな？見に来てくださった方とか、配信で見てくださった方とか、ポニー見れたと思うんですけど、どうだった？そう、なんかそのマナさんのリクエストというか、なんかみんなポニーみたいな感じで、そう、そういうご指定があって、それでポニーにしたんですけど、なんかね、ポニーって超踊りやすいね。まあ髪を、あ、なんかうまく使えないけど、そう、なんか髪は使えないんだけどね。でもなんかすっごい涼しいなと思って、こりゃ汗かかないわそんなにと思って、うん、なんかポニーで踊るとちょっとまた違う感覚でした。なんか普段ポニーしないからさ、なんかレッスンとかでも、もう下ポニーなんですよ。もうなんか下で縛るみたいな、だからもうこんな上で縛ったことがそんなにないわけですよ。そう、ねえ。ね、なんかいつもさストレートでさ、なんなら昼公演の時さ、あのお昼公演の時、私があの髪飾りを絶望の後で、であの何と取れちゃった。別に自分で取ったわけじゃないですよ。踊りが激しすぎて取れちゃったんですよ。そうね、もうめっちゃ飛びましたね。すっごい 3.75、 ん？ 3 番から0番くらいまで飛んだかな。結構飛んだよね。なんか回ってる時に飛んだんですよ。こうやって、こうやってくるんってターンしてる時に飛んでって、あれなんか軽くなったと思って、なんかここになんかいつも髪飾りの重みがあるんですけど、なんかあれ軽くなったと思って、そうで、なんか、あーいいよどうして、優しげに微笑の時、ちょっとここ触って、泣くねと思って、えどこで見つけたんだっけな、絶望すればの時に横向くんですけど、こっち向くから、ついでにこっちの下に置いてある髪飾りどこ行ったって探してました。えどこ行ったと思って、こうやって、なんかその後もさ、なんかとりあえずあの回収しなきゃと思って、回収して、で一回履けさせていただいて、はい、なんか別に、なんかただのその髪飾りが取れて、それを置いてくるためにも履けたんですけど、はい、でそれでやったら、なんかつけるのかつけないか私分かんなかったから、どうすればいいですかって言ったら、このまま出ていいよっていう指示をいただいたので、もうつけずにすぐ戻ってきました。はい、
ね、なんかその後のその後にも曲数がね3曲くらいあるんですけど、うん、ね、つけないでやってたんだけどね、なんかその DMM とかを見返すとやっぱりなんかここら辺シンプルだなと思って、なんか物足りないってなりました。一人だけ髪飾りないからたださえ髪型シンプルなのになんか私物足りないなと思って、うん、やっぱり髪飾りって本当にアイドル必須のやつなんだなと思って、うん、思いましたね。わざと少し離れため息かいふう、そんな聞き合いさえ、でも毎回色はね、あの髪が崩れるんですよ。そう、毎回髪が崩れるんですけど、あのね、その昨日じゃない、この前のお昼公演のなんだっけ、お昼公演の時はその。ヘアスタイルさんメイクさんだメイクさんがもうなんか取れるからって言って、それでめちゃめちゃ頑丈にしてくださったんですけど、そうだから髪の毛は取れなかった。それは大丈夫、よかった。髪の毛取れてたらもうなんかちょっとね、もうもうやばい。こんばんは。だけど、ごめんやって。てかさ、ちょっとごめんね、公演の振り返り、ちょっととりあえず話したいことは話したからさ、昨日のさ、昨日の習字をちょっと。なんか貼れるやつ後ろに貼りたいよね。トンボ見て振り返り完全に乾きました。この乾いたからこんなシワシワになってる。まつげ、とね、私が貼りたいのはトンボなんですよトンボを探す食べるごみっけ。あのあと私ちゃんと片付けたんですちゃんと習字道具片付けて、なんか炭とか残ったんです。なんかね、昨日の配信で炭が足りない足りない足りないって言ってすぐ補充してたんだけど、なんか最終的に残ってだからそれをなんかいらなくなった半紙で吸い取って、スポイトでは吸い取る気力はなかった。そう、もう紙に染み込ませて、いろいろ片付けてね、家族の帰りを待ちました昨日。だよ、トンボ。いや絶対こっちの方がいいな。なんかこう比べるとなんかこれがしょぼく見えてきたんだけど、どうしよう。え、そう思いません皆さん。え、こっちめっちゃしょぼくないえ、絶対こっちの方がいいよね。もうこの上にさ、なんかさ、ちょっとなんか これが
壁にさつくとちょっと嫌だから一応さこの上に貼ろっかな。もういい気がしてきた。貼りまーす。え待ってこれさあるかな。あった。でなんか太くてすごい見やすい。わーこんばんは。ここやー。オッケートンボです。いやいいですね。すごい映える。とても映えますめちゃめちゃいいねいやすごい。なんならなんか私の顔よりまずトンボに目がいくんじゃないいやいやそのくらい結構なんかこっちの存在感すごいねあとなんだろうな。ヘイとかも貼る力強よ力強よ。いやーすごい。さすがにこれ貼るとさもうなんかどうなんだろうこれはこれはどうなんだろう。ちょっとこれはいらないか。もうトンボだけでいいかな。まあ飽きたらこっち貼ります飽きたら貼るねね。まあ、いやとりあえずこれにしますね。トンボ。いやめっちゃいい顔すんな。だってこれ手書きですよ。なんかさ、まあ、別に完全に左右対称ではないけどさちょっと左右非対称でもなんか存在感がある。すっごい待って感動してきたかもしれない。この感動してきた。なんかちょっと何感動してるかよく分かんないけどなんかこの手書きのクオリティクオリティがちょっと高すぎてちょっとこれは力作かもしれない。嬉しいよかった綺麗に描けてさ、自画自賛で今自画自賛タイムです。すいません。いやそれにしてもいいと思います。はい、うん目がねなんかすごい目力も強くて、はい、いやいいな、うん、よかったトンボを作って。トンボを作ってよかった。みんなもぜひ描けるようになって。なんかベルボーは描けない人多いんだけどベルボー描けない人多いんですよ。てかさお友達がね描いてくれたんですよベルボーを。そしたらなんか全然違ってお友達描いたの見せたいんだけどちょっと見せれないんだけどね。一応写真は撮ってあるんだけどなんか全然ベルボー違って逆になんか新しいベルボーみたいな感じですっごい面白い絵を描いてくれて、うん、なんかみんなもちょっと描いてみてほしい。ベルボー描けない人多いからみんな描けますかいやそうですね。これぜひともよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。コツがある。そうだ。コツはなんだろうね。なんだろうな。やっぱりここがちゃんと無限みたいななってで、あとここも本当に直線でもう全部左右非対称。ここちょっとハートな感じでね書いて、でもここももう点です。点
もう目は点です。でまつげももう斜め縦斜めみたいな、もうタンタンタンって書いて、で唇はもう分厚く、もうめっちゃ分厚く、もう薄い薄い唇は NG です。はい、これ NG で、もうめちゃめちゃ縦に書き、であとは何だろうな、この丸み、全体的に丸かったらもう何でもいいです。はい日に日にこれなんかベルボーね、横に伸びてってるんですよ、私が描くたびに。なんか最初のベルボーもっとね、なんかね、もうちょっとね縦長だったんだよななんか慣れてきたからかさ、すごいなんか適当に描くようになって、ベルボーをなんかね、だんだんベルボー横に伸びてってるんだよねそう、まあ、でもこれはそんなに横に伸びてもないかも。なんかね、サイン入り生写真とかめっちゃ横に伸びてたかもしれないどこから描いてる？あ、私は唇から描いてます。はい、絶対唇から、うん、唇から描いて、こうまずね、こう描いて、ちょっと描いてみるか、実際にちょっと描いた方がちょっと私も分かりやすい。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、よいしょ、あー、ふう、これじゃここに書きますね、一緒に。皆さんも片手にペンを持ってください。何色で書こうえ、何にしようかな。え、黒がないという大事件、黒がないので、うーん、赤にします。わかりやすそう。あ、いや、え、だ、青にします。青で注意書きを赤で書きますじゃあ私は本当にこうやってもう完全後ろを向きながら、ちょっとでも後ろの髪の毛今日ボサボサだから見せたくないな、ちょっと横向きながら書きますね。青いペンにします。絵描き歌はないんだよね。そう、ないんだけど、まあでも今教えますので皆様に。まあ、でも 歌に載せれなくない、まずそのなんかミュージックがないじゃないですか、元の音いきます。まずは唇を描きます。もう真ん中に唇描かないとはみ出るので、唇を描きます。こうやってもうアーチのように、ちょっともうすでに左右非対称なんですけど、でそしたらここ下つなげます。こうやって、はい、でなんかちょっと変な形なんですけど、そこで真ん中にね、はい、これ唇完成です。もうこの時点で、はい、これがもう唇です。それでその後に目を描きます。なのでここ丸です。はい、目描いて目を描くと、こんな状態です。ちょっともうさすがに左右非対称すぎるやばい、すっごい、まあいっか、気にしないでください。でここ点書いて、まあこれはね、いつのタイミングで書いてもいいです、正直。この点はで、そっからこっからつなげます、このさっきの真ん中のところまで。そしたらこうやってハートのようにね、こうやって、これを反対もやります。はい、こんな感じになりますね。そしたら下をつなげます。はいこんななってて、で最後にこうやってこうやって、で最後こうやって八の字を書いて、点で、で斜め縦斜め縦斜め。はい、これで完成です。
なんかちょっとごめんね、なんか全然綺麗に書けなかったんだけど、こんな感じになります。でも習字で書くとこんな感じですはい、みんな書き順分かったかな書き順分かったかな。まあやっぱり唇が特にポイントなので、はい、この唇をね、ここ分厚くです、はい、ここ書きます、分厚く、分厚く、分厚く、はい。あとそうですね、眉毛のこの、ま、眉毛じゃない、このまつ毛の何、この何だろう、この斜め、斜め縦斜めっていうここの角度も大事ですね、はい。あとはここもハートで、ここハートですね。ハートになるようにしてみたいなここだけ結構できたらいいかもしんない。うん、あとここ絶対点、目は点、ベルボは絶対点じゃないとダメです、はい。なんかこういう感じでちょっと棒みたいになってると NG、 ベルボは絶対に点、トンボも点です。これはね、なんだろうね、これはなんか模様みたいな、そう、これはなんか模様的な感じで書いてみたんだけど、なんか物足りなかったからここもなんか点書いて、でもそしたらね、こう逆にするとやっぱりこのプロペラになって、コンセントではないよね、コンセントに似てるけど、確かにそう、こっちが目なので反対にすると、はい、これはこれで可愛いですねこんなのがあります。アバターのベルボー可愛いね。なんかね、アバターのベルボーは結構目が点じゃなくて、目が結構ねクリクリしてるんですよ。そう、でもね、逆にちょっとねクリクリさせてみるとね可愛いんだよね。ちょっとやってみるね。可愛いでしょ、可愛いでしょ。やっぱりね、これにするとこれ、やっぱり目が点か目がクリクリかで結構変わるんです、このベルボーは。そう。ね、だからまあアバターはね、ちょっとさすがに逆にね、もう目が点すぎて見えないと悪いから、白目に見えると逆にねダメだから。そう。はーい。ベルボーをウィンクさせたりとかも NG です、はい。可愛いけど可愛いけどね、そう、公式は違うよっていう、うん。でもね、ちょっとウィンクさせてみたい、ウィンクさせてみたいな、ちょっとやってみていいですか。裏に書く、普通に書いてみるね、一人で。どうですか、なんかさちょっとね、なんかこのなんかさ、ウィンクよりこのさが下の胴体の方がなんかちょっとなんかしょぼくて面白いんだけどさ、どうですかこれは、あんまりじゃない、やっぱり私はあんまりだな可愛いけど、まあ私はまあベルボーはね、もう何でも可愛いんですけど、でもやっぱり点だよね、うん、やっぱり点です、やっぱり点です。
ぱり点。絶対これ。はい、ということでどうしよっかな。9時半からもう一回配信しよっかな、せっかくだし。9時半は頑張る足をまだ書いてないので、頑張る足を、あと結構2日間くらい頑張る足溜まってるので、そちらを書こうと思います。はい、ちょっと写真撮ってもらおう。はい、あとカラオケをちょっとしようかな、9時半からは。はい、なのでもしなんか私のなんか今日見えないかもしんない、わかんない、これ後でつけてるかつけてないかちょっとその日の気分次第なんですけど、まあ分け目見たいよとかいう方いらっしゃいましたら、ぜひ9時半からもお越しください。よいしょ、スクショタイムしよう。うん、ありがとうございます。ねえ、これも撮ってもらおう。ありがとうございます。かわいいね、エンベルも今日も愛おしいよ。いや、かわいいでしょ、めちゃめちゃかわいくないですか。あ、はい、ありがとうございました。すいません、こんな時間取って。はい、それではお礼をさせてください。10歳のポポシありがとうございます。12しゅんちゃんしありがとうございます。11位ケイトしありがとうございます。10位古川しありがとうございます。9位鉄尾しありがとうございます。8位小型の大型しありがとうございます。7位ぐるぐる天のアザラシクジラしありがとうございます。6位ポンポンしありがとうございます。5位、アイスロアスマイルしありがとうございます。4位ないこれ、なゆげしありがとうございます。3位ほーちゃんしありがとうございます。2位はやとアルビしありがとうございます。そして1位はチャカ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 ポイおじゃしです。ありがとうございました。ありがてい、ありがてい、久々の第1位、ありがとうね。あの公園ね、お支払いお忘れなく、また来てね、ありがとう、ありがとう。ということで終わりたいと思います。地味に3分ある、3分何しようかな。3分何しよう、サブクキグテレテテテテテレテテテテ、よし、ちょっと昨日みたいに髪を結ぼうと思います。昨日と同じ髪型してみる。ちょっと待って、ちょこんな人いる、こんな残りの時間で三つ編みする人。結構わかんなくなってきた。3分いけるくね、これ待って、いけるくね、これ3分。
しかしてこれ全然余裕。こちらでございます。イエーイ。ってことでありがとうございました。またねありがとう、急に見てくれてありがとうございました。